カルタマリナカルタマリナとは、オラウス・マグヌスが16世紀に作成した北欧の海図。高さ1.70メートル幅1.25メートルの規範画であり、5540センチメートルの原版9枚からすられている。カルタマリナは、ラテン語で海図を意味する。北欧諸国の詳細な地形と地名が書かれた最初期の地図でもある。スカンディナビアを描いた、これよりも古い地図は、 ヤコブ・ジーグラー、クラウディウス・クラバスによる二つが知られるのみである。イエムトランド地方の拡大図・オラウス・マグヌスは、スウェーデン人の牧師であり、スウェーデンの外交官の肩書きで、ローマに赴任していた。ただし、実際には、兄の大司教ヨハネスと同様、スウェーデン王グスタフ一世による宗教改革によって、ローマに追放された身分であった。 オラウス・マグヌスはこの地図の制作に12年を費やし、最初の版は1539年にベネツヤで出版された。しかし、もともと数枚しかすられていなかった、この地図を1574年にローマ教皇パウルス三世が10年間の公開禁止を宣言して取得してしまい、以後長い間その存在は謎とされてきた。1886年、オスカー・ブレナーが ドイツミルン編の王宮国立図書館で再発見し、現代にまで伝わっている。1961年にはスイスでも発見され、それをスウェーデンのウプサラ大学図書館が買い上げ、その主館であるカロリーナレディビバに収められている。ありがとうございます。